はい、皆さんこんにちは、ワンダレグルビジです。では今回は提督の決断3パップキットセガサタン版レイテオキ回戦続きをプレイしていきたいと思います。でここまでにですね、アメリカ軍の超大戦力機動部隊、これの約半数を沈めているんですけども、それ以上に日本軍の消耗も激しく、残っている艦隊は事実上大和武蔵の第二艦隊のみという状況です。一応ここにですね、あまり使い物にならない機動部隊いるんですけども、ここは正規空母は昇格だけということで、なかなかね、アメリカ軍の機動部隊と渡り合うだけの、戦力は持っていないという、残念な状況にはなっています。で、さらにですね、防衛目標であるレイテなんですけども、少し、陸戦隊の数が減ってきていて、かつ、港が破壊されているので、この後、陸戦隊をね、防衛に送り込めないという状況もあって、なかなか苦戦しているという状態です。まずはね、目の前に展開している敵の艦隊、4つ見えてますよね。この4つを全部撃退するというところからやっていきましょう。では、時間を進めます。残念ながらちょっとレイテが持たなそうですね。どこがいけなかったのかな。もうちょっとやっぱり速やかに敵艦隊排除しなきゃいけなかったのかなっていう、ところはありますね。はい、残念ながらレイテ守りきれませんでした。もうちょっと、もう1日2日早く敵部隊攻撃しかけられるタイミングを早くしないとちょっと苦しかったのかなっていうのと、台湾の基地航空隊があんまり今回機能できなかったので、このあたりもう一回チャレンジしてみたいと思います。時間戻します。では戻ってきました。同じ戦いをしてもまず間違いなく勝ち目はないというふうに思いましたので、大和武蔵は同じくレイテ沖に進出するんですけども、第4、第3艦隊は一度ダバオに身を隠して、敵が迫ってきたら一気に奇襲攻撃をかけるっていうね、ちょっとそういう戦い方をしたいと思います。大和武蔵と違ってやっぱり第3、第4艦隊は脆いので、敵の攻撃を受けると簡単にやられてしまうというのがあって、せっかくの戦艦、金剛だったり長門だったり、あるいは春菜、そう、このあたりが、ね、活かせていないというのがあるので、一度ダバオで身を隠します。そこから奇襲攻撃を仕掛けるという作戦をね、ちょっと試していきましょう。では台湾の基地航空隊ですね、捕捉している敵部隊に対して攻撃仕掛けましょう。空母4、レイテに敵を近づけたくないので、台湾の基地航空隊をうまく使わなきゃいけないんですが、前回はこれがうまく使えなかったというところでね、レイテが削り取られてしまったという事実がありますので、今回はね、しっかり台湾の基地航空隊が活躍できるようにうまくコントロールしていきましょう。はい、レキシントン撃沈してますが、第4艦隊まだまだ戦力は健在ですね。マニラの基地航空隊も今攻撃した第4艦隊、これを狙いましょう。これ今直縁が多分全く出せない状態だと思うんで、倒す絶好の機会だと思います。6部隊ぐらいに分けても十分攻撃力発揮できると思います。直縁の数2ですね。はい、マニラの基地航空隊ですけども、戦艦サウスダコタ、これを司令官ミッチャーもろとも葬り去ることができています。
まあ、第4艦隊をね、このまま無力化してしまいましょう。続いてダバオの基地航空隊でアメリカ軍第4艦隊。これに再び波状攻撃を仕掛けます。残ってるのは空母2ですね。戦艦ヤマト武蔵ですが、第3艦隊、ボウガンの部隊ですね。空母3隻撃沈してます。この調子で行きましょう。では、今度は台湾の航空隊ですね。全240機。出撃していきましょう。まあ、ここ、天王山と言ってもいいと思います。なんとかね、敵の3空母戦艦1、これを240機の航空機で撃退していきましょう。空母はここにいますね。3空母、いるはずです。はい。台湾の航空隊頑張ってくれています。このままね、なんとか、レイテを守りきるために、レイテに近づけさせないっていう戦い方していきましょう。さあ、ちょっとまた厳しくなってきているのが、レイテの守備隊の数ですね。これどうしたもんかな。ちょっとこのままだとまた、残念ながら、ここを制し切ることができなそうですね。いや、本当に難しいな。ただ残念ながらレイテは陥落ですね。ちょっと作戦を練り直す必要がありそうですね。どうしてもレイテ守りきれない中で、どうやってこの守備隊を増やすかっていうのがね、ちょっとポイントになりそうですね。